普段僕はもういつもニヤニヤしてるぐらい笑ってだいたい誰にでも挨拶するんですけどそういう部分とかっていうのは例えば大事で挨拶するうん、うん、細かいことにお礼を言うとか、まあ、そういうところからが結構本当に大事媚び売るとかとは別で、うん、言ってるとなんか他のことにも自然とこう気付ける人間になっていくから。だからやっぱり一つの業界でこう 外から見たらあんますごくないけどうまくいってるよねって人はそういうこびてるとかでもなくそういうふうに、うん、コミュニケーションとかそういうコミュニティ側での能力っていうのはすごく高いだから実際実質できる人だよねっていうのは今ありますね、うん、それってあれだよねベクトルとか矢印がちょっと違うだけでさ、うん、そのできるかできないかって択になったら絶対できる人なんだよねって話だよね。うん、いやそうです 判断する側ののポジションの人ってて身体能力がじじゃないじゃなないいですから、うんまあ、今の時代はもうフィジカルがアップされているから、まあ、そういうのは薄れてるかもしれないですけど、まあ、場合によってはもう若くて身体能力高い人よりももう経験豊富で、うん、もう身体能力が落ちたけどまだ残ってる人とかいるじゃないですか <laughs> そういうのはすごくなんか僕大事だと思いますねその何においても。うん 例えばそのベテランっていう言葉がよく似合うじゃな、はい、そういう人たちって。はい、それで精神的支柱に置き換えたりするよね。例えばはい。あ,あ、そうです、本当にそう,そうですね。メンタルはやっぱり、100メートル走がこう、9秒台では人類は無理だって言われて、うん、誰か一人走ったら、うん、もう次の年から9秒台で出始めるわけじゃないですか。うん、だか結局、精神的な部分っていうのは大きかったりして。で 目指す夢があるからいいんですけど、例えば人間性とか関係なしに、例えばソロのスポーツとかあったら、うんうん、チームはあるにしても、一人引き出てれば、なんとかなるじゃないですか。その、スーパースターになれるじゃないですか。それは、まあ、夢を与えるっていう意味では素晴らしいと思うんですけど、そういう人って、この世の中に一人でいいんですよね。はい,はいはいはい。まあ、いっぱいいる中の一人に絶対なると思うんですけど、競い合ってるわけですから。まあ、もちろん。でも いいわけじゃないですか。スーパースターはね。じゃあここになるのかっていう、うんうん、この世の中の頂点に。何人がなれんだって話だろ、ね。っていう話なんで、そこは絶対目指した方がいいですよ。目指した期間があるっていうのは大事、うん、絶対、うん。それはね。絶対大事なんですけど。その期間期間10人いたら9人はなれないわけで。そう、ね、ナンバーワンって 1, 1だから1だもんね 1> そうそう。1万人いたら9999 99人がなれないわけじゃないですか。うん、だから、まあ、ね、目指した上でダメだったときに <laughs>、 <laughs> 次に来るのはそこよねっていうのは大事にしてて自分ができた軸ってものがあったっていうのがまず大事でかいじゃないって話だよねそうそう一回やっぱもう突き詰めるというかねはいそこで行って多分いろんな挫折とか、はい、いろんな経験とか、はい、いろんな出会いの中でトータル見て俯瞰して自分がどういう判断するかってまたそこの域に行けば絶対そういう選択しなきゃいけない時間って来るよねいはいはい で、その選択の結果、今のパフォーマンス側のプロパフォーマーだったのかなっていう、今思ったんだよね。はい。話を聞くかけに。はい。その選択をさ、やっぱするのって大変だよねって思うのよ。いやー、そうですね。自分も33、でもうちょっと4になるんで、うん、結構ね、いい年なんですよね。まあまあ,まあまあまあ。やってることに対して。うん、だから、それだったら、じゃあどうやって暮らしていくのみたいなのは、 そこはね、正直不安です。今考えたら不安です。まあまあまあ、そこ。さっきまで考えてなかったから不安じゃなかったですけど、今考えたから不安になりました。まあ、それはしょうがない。実際さ、ブレイクダンスっていうジャンルで見たときに、その技を一つ一つ、その要は年を重ねてても、例えば50になっても、技って一つの違うことを極めていくことができる。高めることが可能って言ったけど、かといってさっき見たけど、 その若返しことはできたことが50なんてできるわけじゃないよねってつながるわけじゃない、はいはい、で34度かなってくるとさ今までできたことができなくなる可能性が高くなる年なのかなっていう、はい、そのせめぎ合いの年っていうか若い頃だったらこれできたのになみたいな感覚を持ったりするのかどうか聞きたいかなそうなるとありますありますそうなんだ年齢の問題というよりは、うん、やっぱりその大会で勝つための練習とパフォーマンスで違う言いすぎたりとか。うんうんうん パフォーマンスの前日とかあったらあんまり練習できないとか、怪我するわけにいかないとか、そういうのがあるから、落ちてしまったものを落ちてます。それは嫌ですよ。僕は結構気質的、常に頑張ってたいから、それは嫌なんですけど、でもしょうがないですよね、そこは。でも、やりながら他のこと伸ばせることはいっぱいあるんですよ、実際。なんぼでもあるから。 そこを伸ばしていく。で、歳を取ってからでもできることとかってすごくいっぱいあったりするじゃないですか。で今の時代、仕事とかでも大体今はもう掛け算なんですよね。うん,う,んうん。何々かける何々みたいな。うんうん、こう、施術かけるなんかみたいな。なんか。施術かけるパフォーマンスは面白いけどな。俺 <laughs> が一緒だったらですけどね。<laughs> 不思議な感じだけど、うん、でもなったら面白いね。あもなんか野球とかだったら、そのスタジアムだと、なんか、うん、 テーマパークになってたりとかするじゃないですか。あ、そうね、そうね。海外とか、まあ日本もね、新しいところはそうなってたりとか、なんか何々かける何々じゃないですか。大体そうね、多い。どの業界も結構そうじゃないですか。パフォーマンスで言ったら、例えば今まで楽器だったけど、楽器プラス踊りながら楽器とか。そしてマーチングバンドに変わるとかね。そうそう水彩画から水彩画からマーチングバンド変わると。パフォーマンスだったらそういう部分とかっていう風に掛け算の時代だから。 1> 1個をひたすすら伸ばすっていうのはこれ絶対大事なんですよ若い頃は絶対これ大事なんですけど、うん、ある程度1個軸ができたらやっぱ大きめの枝というかも大事ですしやっ,やっぱ掛け算だからもう1個の枝があってそこに橋を掛けるじゃないですけどビートボックスあるじゃないですか,なんか口でなんかあれ楽器しながら踊るとかお<ー>、ね、そういうのでもいいわけじゃないですかだからな,なんかパフォーマンス業界だとジャグリングってあの大道芸のボール、うん、投げたりとか、うんうん、あれをしながら ドラムの楽器弾いたりとか有名になってる人もいますしなんかヨーヨーしながらアクロバット爆竹しますみたいな掛<ー>け算みたいなとかをする人もいるんでそれかけて楽しんだりとか全く関係ないことでも新しいことってやっぱ楽しいじゃないですかだからそういう方に目を向けたら、うん、その。うんうんうん 年齢とともにできなくなるっていうネガティブなこと、うん、っていうのは、えー、なくしていける目の向ける先だと思ってますネガティブな要素が出てしまうのは出<ち>し方ないけども、うんはい、そこだけにとらわれるのではなく新しいことに視野を広げる形を取ることによって、はいはい、新しいものを生み出せる可能性が高くなるっていう,ふう,にう、ね、可能性を追求できるよねもっともっとねっていう感じか。はい だからあの頃に戻したいみたいなこと言う人っているんですよね、うん、絶対成長しないですそれ言ってるうちは確かに戻したいじゃなくてまあ、絶対戻すだったらいいですし、うん、で、自分は絶対戻すタイプの人間なんですよ、うん、こんなこと言っといてあれなんですけどでもそれでも無理だったってなった時にじゃあどうするかってなった時にじゃあ他のこと伸ばして、うん、こっちの方でもうめちゃくちゃ自信つけてやるぞみたいな、うん、っていうふうになるだから自分はブレイクダンスで日本代表にはギリギリ 結構いいとこまで行ったんですけど慣れなかったベストでも8とか一番いいやつは日本代表かかってるやつでベスト4まで一応あったんですけどまあ慣れなかったら、まあ、それが一個コンプレックスになるけどまあダンスでそんな食っていけてる人なんてそんないないわけですよ、まあ、レッスンプロとかいますよバックダンサーとかああそれとはまた別のパフォーマーっていう立場で、うん、こんだけやってる人ってあんまりいない。だからそこで あの自分の中ではへんっていうのを作っていけば、うん、まあこっちには目いかなくなりますうん、うん、あ、これは無理だったんだけどねって美談に変わるし、うん、ネタにネタにしちゃえばいいから今まさにそうですけどうん、うん、そういう,うにしてあげれば全然いいことっていうのはいっぱいあるんでそっかほ挫折がネタに変わる瞬間っていうかね失敗談の方がやっぱねあの鉄板ネタにはなりますよねやっぱ人の心をつかみますよね 意外とねすごいですねみたいなかっこいいですって言われるよりはもうなんかちょっとそんなことあるんですかみたいなすごいドジじゃんバカじゃんって言われるぐらいの方がいいですね僕としては。いっていう俺はそう思ってる側だから、はい、多分そう共通意識だと思うんだよね。うん、いやもう多分ね何も考えてなくても多分そういう展開になったら多分そっちの方が絶対面白いはずです。うん 間違いない、うん、俺もそっち側だはい競技人口がどれぐらいかはちょっと定かじゃないけどでも、はい、ねでもそのさっきのベスト4まで行くとかさ、はい、8まで行くってそもそもすげえじゃん結構ね頑張りましたよでしょ関東圏でも結構いいとこまで頑張りましたそもそもそれだけすげえじゃんって話なのよ、うん、そのトップになれなかったとはいえねまあそうですね、うん、で今そうやって今言った通りパフォーマりパフォーマーとして その今、自分の道を進んでるっていうのは、絶対歩行っていい場所だしね。はい。かといって、じゃあ、ナンバーワンになったんだよねってのは、ね、ネタになって落ちにもなるし。はい。最高じゃん。いやー、ねえねえねえ。<laughs> そうですね。そうですね。多分、年取れば取るほど、もう、良くなる。熟成された話になんだ <laughs> また多分、またこけた話っていうのはね、なんか、増えていきそうな気がするんですよね。いや、増えるでしょ。その時は、多分、なると思うんですけど。その時はね。はい。 それはだって誰でもそうでしょ最初はそうでしょああそういう話にするぞみたいなね、うんうん、感じにしていけば自分はまあいいかなとはね今思ってますねなああでもすごく大事な要素というかね、はい、でもそれはもう弘中がもう前向きな思考であるからこその考えに至る部分なのかなと思ったりもするけどね、うんうん、話を聞けば聞くほど後ろ向きってあんまよくないよねそういう意味ではね後ろ向きはよくないですなんかネガティブなのはいいと思うんですけど何ああああて言うんですか、うん、その 下向きになるじゃないけど、なんて言うんだろう、その、不安に思うとかいいですよね。あはいはいはい。進む方向に対して反対向くのは絶対良くないと思うんだけど、うんうん、ネガティブな人の方がやっぱね、あのきっちりしてますよ。現場とか、その、パフォーマンスでも。準備とかやっぱすごくしっかりするし、なんか物を収めるとしても、いいものをえて収めてくれる。リクエストいっぱい聞いてくれたりとか。楽観的な人はね、やっぱあんまりそういうの、面で良くない。 ね、だから結構社長さんとかリーダーのタイプはバンバン言ってバンバン行動してでも楽観的じゃないですか、うん、で下の人たちが「あの人ほっとくとやばいから」みたいな組織が大体うまくいってたりとかすると思うんですよビジネスでもだったりとかだから結構そのネガティブな人は意外とネガティブな人の方が数としては大事だと思いますねうん、うん、ネガティブイコールさ用意周到というかさ、はい、準備万端って感じだよね例えばねいやでもそうですね そうしないとだって不安だからなん、はい、とかしなきゃって思う中で責任感も生まれるけど、はい、どうしようどうしようじゃあこうしてこうしてこうしてっていうね、はい、それって絶対大事な要素だよね。そうですねだから後ろ向きでそもそもそういうのはもうや,や,やんないみたいな頑張った頑張った上で結果出なかったらどうしようみたいなのはダメなパターンじゃないです、うん、ら使い方あったら金ですけどその後ろ向きみたいなその。うん 不安になりながら進めるとか、ちょっと立ち止まるぐらいはいいですけど、そもそもそこに行かないみたいな感じじゃない限りは全然役割はありますね。携わってる限り役割は絶対回ってくるというか。そう立ち止まるって結構大事よね。それはもう全然いいと思いますね。